加藤に松山が来ます。林翔太郎がカットインしていました。この林がもらったスリーポイント、林翔太郎です。お返しのスリーブロックしました。エチャニケ投手外ボールが続きます。最後の攻撃です。10秒を切りました。川谷がスリーを打ちます。最後決めて20点に乗せました。陣ヶ丘がもらいに行ったキャッチ&スリー、陣ヶ丘オフェンスリバウンド、ジャスティン・ハーパーブロックしました。エチャニケこのリバウンドというところ大事にしていきたい福島。ポケットパスを入れたテレンス・キング、オフェンスリバウンドキングです。アイザック・バック松山です。松山ブロックしたエチェニケ、そしてファストブレイクテレンス・キング、スピンムーブからのショットです。そしてこの田渡という5人です。福島川谷から相原博士のアリウープ、林が練っているスティールになりました。アウトレットパスから相原博士連続得点です。相原博士とドライブ、羽田武史のロングツー、土屋が入れます。川谷です。ここまでは10得点、ピック2対1に行け、ピックアンドロール、エチェニケ切り裂いていきました。追いつけませんでした。エチェニケファールがありました。エンドワンです。土屋大輝、井上がついているミスマッチ、土屋のスリー、まだ大学生なんですが、左のコーナーから菅野翔太、77対77、ハイスコア、加藤が打ってくる、スリー、加藤が時間を使う、相葉直勝がハイピックに行った、ここでスイッチしている菅野からキング